さあ皆さんこんばんは。今日はテノールのテクニック大好きな方々ピカピカのためにパッサッジョについて少し分け入って深く述べますね。パッサッジョ、声が変わるところです。ファのシャープ、ソーね、このあたりでテノールは声が変わります。変わらないとそのままあーって白い声とわーっていう叫び声みたいになっちゃうので、角度をドレミフーフーって角度をつけて少し、まあ少し暗くすることによってその経過音で上に行くためのいいところを出します。上の声はうわーって出すんですけど、その前のラとかシになる前のファのシャープソ、この辺は経過音といってパッサージョというところですね。経過音、通り過ぎる音、そこが最高音ではなくて高音のために通り過ぎるので、うまく下中音と高音をうまくつなぐための経過音にならなくてはいけない、こういう発想がほとんど1900年ぐらいから生まれてきたというふうに思われます。それ前までは結構勝手に音色の変化変わりなく歌っていた人も多かったようです。もちろん1800年代、1880年90年からこういうことを意識している人はいました。特にスピンと重い声の人はこれをやらないと変な声で、変な声のファソになってしまって、その後一生懸命高い声出した時、あの声は何だったのっていうことになっちゃいます。さてバリトンかテノールかっていうところで、このパッサージョの高さが違います。バリトンはどうでしょうか。レとかミのフラット、ミでも声を曲げ始めます。テノールでレミで曲げる人はいません。たまにジュゼッペ・ヴェルディのオペラなんかで深く暗くするためにミやミのフラットで曲げる人、ルチャーノ・パバロッティもミのフラットで、あ、ここで曲げてるんだって聞いたことがあります。法律じゃないのでどの音で曲げる、で曲げないとこの人は下手とか、そういうふうに取っちゃいけません。その時の自分の調子によっても違うし、その歌手が世界的だった人も若いか中年か年取ってるかによっても違います。またそこが要求しているピアニッシモもピアノを要求していれば声を曲げてボリュームを抑えるというふうに使うこともあります。パッサージョは経過音として中音から高音に行くための経過する音ですけども、その他にも音を柔らかくする、あるいは暗くする、そして喉に負担を与えにくいとか、そういういろんな効果があるもので、一つだけの意味ではないですね。事例を持って聞いていかないと分かんない。最初にバリトンかテノールかということで、パッサージュのこのね曲げる位置がレミミレミのフラットミあたりでバリトンを曲げ始めるということを言いました。テノールは逆に一般的にはファのシャープソ、ファは曲げないことが多いかな、ファのシャープソで曲げるということがありますね。ここがバリトンとテノールの違いです。あるコンクールで、ヴェルディコンクールだったかな、ブセート、本選は本選の発表会だったかな、まあいいや、ミラノでやりましたね。その時バリトンが出てきて、カルティジャーニーって、これはテノールじゃないって、あれは最初カルティジャーニーカーってもう曲げた声で入ってこないと、鬼め悪魔めって言って、迫力がないんですよ。カルティジャーニーってすごく飛んでくるのは清いテノールの声になっちゃう。カールティジャーニーコーコーってこう曲げて入ってきてくんないと、一番最初だから開いちゃったのが、いや彼は開けてんだな。そういうことでバリトンかテノールかのところで明るい暗いねということも言いましたが、パッサージョを早く取れば、下で取ればそれはバリトンの声なんですよ。パッサージョを高くまで平気だったらそれはもうテノールの声なんですよね。最高音がそのシのフラットが出るか出ないかでバリトンかテノールを決めるんじゃなくて、その前の範囲でいろいろ出てるっていうところでちょっと言いましたが、パッサージョっていうのは声を曲げてねって、曲げるっていうのはジラーレっていうイタリア語ですから、ジラーレしてねとか、ジーロっていうのは私が曲げるっていうんじゃなくて、
名詞であるんですね。曲げる、曲げ方、ジーロ、ジーロとかジラーレ、動詞の不定形とかパサージョとかいろいろ言い方があります。他に言う人もいるかな、うん、まあそんなことです。で、僕が一番難しかったのはあれですね、もうコレリさんが用意してますけど、アフリカーナ、マイアベア の, あのアフリカの女のオーパーラディーゾっていうふうに出てくるこのゲスの音ですね。ゲスの音でゲスよ、本当にドルチッシマ・マ・ソステヌートですね。ドルチッシマ、丸く出してねって言うんだけど、このね、そのフラットいきなり休んで出てくるんで、ここはね殺人的に難しいと先輩が言いました。本当に難しい。僕はよくこのアリアを歌ってたんですけど、どうでしょう、本番で20回ぐらい歌ってるでしょうか。20回も本番で歌ってれば僕はとても多い方です。そのレベルです。オーパーラディーゾ、これで先生用意してますので、これ1971年の東京厚生年金ホールだと思いますが、聞いてみましょう。いきなり、まあ綺麗に入ってますよね。ちょっと深めに曲げてますね、うん、これはもう3曲目ぐらいだったと思いますけどね。でこのジラーレ、パッサージを取るときには、曲げるときにはみんなほとんど下からおーって入りますよね。もっとドイツリートの人だったらポーンって入ってよって言うかもしれないけど、曲げる必要性からあーじゃなくておーってちょっとこう時間がかかって少し入る感じ、これはかっこよくもあるんですよ。これがね、音楽性がないとか言っちゃいます。もう一回、うん、分かった。暗く出してるのはドルチッシモを意識してるんですね。だから息からふおーってふおーって入ってますよね。これも一つのテクニックでしょう。あれ、はい、ふおーって入ってますよね。曲げすぎてます。曲げすぎてるけど、まあやっぱうまいですよね。ところがこれ71年ですけど、前年の70年に非常に不調なコレルリが、これミュンヘンだったかな、残ってます。もう顔が全然病人のようですし、手組んじゃって、もう高い音になると両手を胸の前でバリトンのように組んじゃってます。多分自信がなかった、精神的なものでしょうか。同じとこ、実はこっちの方が東京よりかも曲げが少なくて、声は綺麗なんですけど、口全然開いてませんよね。おお、口の中でジラレをしてます。もう一回ご覧ください。唇を内側に曲げることなんかイタリア人ないはずです。おお、それをもう息も出さないように、口もエネルギーを使わないようにって、高音の不調があったんでしょうね。この人はもう 病人のようです。頬がこけてる、唇ディーゾー、でも口開けてないですよね。怖がってる証拠です。で高音になるとどうしようか、腕組んじゃいます。はい、両手を胸で組んじゃいます。これ多分手が震えるんじゃないかと思います。手が震えるから、あのこうやって多分こう震えることがあったんじゃないかなと思ってます。声はいいです、とてもね。さっきよかも曲げてなくていいんですけれども、ね、ああ何これ、涙もろ、はい、涙もろい、ごめんなさい、こっちですね、うん、もう一回ここのとこ、さっきの O を覚えてます。曲げすぎたやつですね。堂々としてるけど、ほー、
曲げすぎたゲスですけど、まあ綺麗ですよね。ところがこの3拍ある、そのフラットの音にはこんなに使っておいて、あとはね喋るように飛ばして全然ファとかで曲げていません。曲げてないというところを聞いてください。さっき両手組んで手震えないようにこうしてたのに、この時は全然自信があるから1年でこんなにも変わっちゃうってことですよね。かっこいいしね。ここです。これはかなり高い音ですけど、全然曲げないで「ノストレクエストテラフェコンドファーソ」、まあそのフラットですね。さっきグーンとオーパーラ曲げていた音です。カーンドだからこう音度に聞こえないで、カーカードに聞こえます。円の音も上では言ってないですよね。こういう喋るところは曲げなくていいということです。カンドに聞こえますよね。次も同じ。声が太いから気にならないけど、全然曲げてない。そうですよね。ケララパパとったり、ケララ僕だったらこんな広がっちゃうのに、ケララパパ曲げないで、ケララでこうお腹で喋ってしまう。喋るところはジラーレ、こうパッサージュしなくても大丈夫なんです。いちいちやってたらキリがないっていうか、どんどん声が奥になっちゃうから。コレリ先生ありがとうございました。だ曲げるところも当人が調子がいいか悪いかによっても違う。この時は調子が良かったけど、多分どっちし甘く出してねを意識してふおーってやってから少し奥に行ってしまった。さっきの時は余裕がなくて精神描写のようだったけど、こんなとこ神経使ってないから、高い C のフラットの2発だけに行ってるから意外とうまくいっちゃって、この時よかは前に飛んでいるパッサージュになってますよね。さて次は誰？Quanto è bello, quanto è caro. このあけっぴろげな声、例えばルチアのパパロッティ先生ですよね。ワンタベラこれねって開けなくてもいいと思うけど、まあ明るくしたいんでしょうね。コンサートでの、かなり昔のコンサートです。1979年から80年頃でしょう。この、ミからファになるところで曲げてないところを聞いて。このサンカーソーソーですよ。普通だったらサンカー曲げるのに、全然この人曲げてないですよね。その前もね、サンカーね、サンカーパーチェって、僕がやったらバカみたいな上げ方をしています。ちょっとアホっぽいけど、でも村のちょっとね、気の弱くてアホな青年の役だから、アペルとわざと出してるのかもしれません。こんな感じです。だこういう若い時はこう、でも年取ってきてこの歌を歌うとどうかっていうのは、あ、なくなっちゃったのか。どこだ、これか。Quanto è bella, quanto è cara。これはもう声もさっきと違いますよね。ただしこういうふうに比較する時の危険性はテンポです。これゆっくり歌ってますから、さっきみたく「クワントエベーダー」っていう速さと違って、これ「クワントエベーダー」、これ開いちゃうと「クワントエベーダー」って空きが目立っちゃうから、どうしてもちょっと奥の方で暗く歌う必要はあるわけですよね。その歌手が若いか年取っ
そうね、自分でも若い時なのか15年20年後なのか、あるいはテンポにもよる。ゆっくりだとかぶせずには折れない。の短ければ早ければかぶせなくてもパッサージを取らなくてもジラで取らなくてもいいんだけどっていうことはあります。これ微妙ですね。ソンカーってその音を、こう曲げてるか曲げてないか一回では分かりません。軽く曲げてる気がします。彼はね、パサジョ、ジラーレがうまいんですよ。曲げてるか曲げてないか他人にはよく分かりにくい曲げ方をしています。そういう人はうまいんです。まあ、彼の声が実はレッジェロ発、ね、東京発レッジェロ行きだからちょっと軽いし横っ広がりで、イタリア伝統の声にしては軽いなと思うところもあるんですが、ジラーレパッサジュに関してはうまいから、あ、曲げてるか曲げてないかって聞いてすぐ分かりません。下手な歌詞もいますが、このディーン・スピーラルの E もソのソルの音です。ここでもう一個のことを言いますと、イとかウは曲げるか曲げないかによって喉の調子もそんなに変わらないし、お客さんのような聞こえ方も、え、今のイは曲げてるの曲げてないの、ウはどうなの、イとウは非常に舌が上がって狭いところ息が出てくるんですね。だから喉も休めるんだし、その音が下手じゃなきゃね、曲げてるか曲げてないかもよくわからないんです。ところが、あとかおになると、曲げてるか曲げてないかは大体わかってしまいます。彼の場合、わかりにくいところもあるんですけどね。このインパーラ、曲げてませんよね。よっそんっていうこのソは曲げてません。これは軽く曲げたと思います。ヨナンソー、同じソですけど最初は曲げてない、これは曲げてます。これはね、曲げても曲げなくてもパバロッティもこの時は1回目曲げてない、2回目曲げてると私は思いますけど、彼もそんなこと気にしてません。曲がった曲がってないなんてそんなの喉がやってるんですよ、俺がやってんじゃないよって。もっと昔の人だと神様がそれをやってくれるんで、自分がやろう、ここはやらないと決めてたらうまく歌えないぞ。つまりオートクラッチで、僕車運転できないんですけど、オートで入るんでクラッチを、はい、曲げるところに入れた、出した、そういうアホっぽいものじゃないんだよ。ジラーレをそう取ってる人もいますからね。どうでしょうか、2つ。曲げてない、曲げてないようにも聞こえるな。あと曲げてないけど少し奥で喋るというと、いいよ、どうだろうな、よさんっていうのはよそってなんだろう、ジラーレ曲げないけど口の奥で少し柔らかく喋ると曲げた形になる、パッサッジョを取った形になるというテクニックもあるんですよ。口の前だけでやってると曲げたか曲げないか、あとかおの場合ははっきり分かりますが、それを喋りながら短くした場合は奥で、ちょっと奥で喋る、ちょっと柔らかく喋るっていうことはあるんですね。この次のこの音ですね。ここはパボルっていつもこのファの音は曲げます。僕はこれ曲げないでもいいと思うんだよ。クワントエカーラ、クワントエベッラ、オーって曲げますね。彼どうしてだって聞いてみたいですね。クワントエカーラ、喋ってます。クワントエベッラ、でも僕はいいと思うんですよ。あーか、もうちょっと奥で、
負けてません。でも彼は、わーくわんとやばいって言えば、おーって必ず曲げます。先生に言われたのか、そうすると、クワントエカーラって喋ってるのと、おーと音が違うから、おーは少し立派な声になっちゃうんで、このアホな村青年の、あーっていうため息の部分が少ないから曲げない方がいいのって思うのは僕だけでしょうか。もう一回ね。でまたバーって開けちゃうから今の方は立派な声はどうなったんだって思うけどね。そんなことでした。曲げ癖っていうか、ここは曲げようと思うと明確なあんな曲がっちゃうってことですよね。それからこれは何、ルイーザ・ミラージュゼッペ・ベルディになるとパッサージュの曲げることがかなり必要になります。ドニゼッチというかロッシーニはほとんど曲げないでソあるいはラのフラットまで行っちゃうこともあります。レッジェールだから。ジュゼッペ・ベルディの作曲の曲ではかなり曲げないと品格も出ません。今のはエクエスタマーのファですけど、こんなに曲げてますね。これは1977年、私が東京で見た3回目の演奏会です。横浜、東京、東京と見て、実は4回やったんですが、1回は貸し切りで秘密会だったので、まあまあまあプログラムは見ましたけどね、その3回目に見たやつです。これはどういうことかというと、ジュゼッペ・ベルディのルイーザ・ミラー、重い曲ですね。うん、アリアは歌えるけど、ルイーザ・ミラーはお前のような軽いテノールがやっちゃダメって言われちゃった、ね、これじゃあロズグワールド・イン・ナモラーと、ここでね、ふわーってそんな高くないけど、まあでもミーファソーラソファミーファ、声が詰まった感じですぐ次のファを開けちゃうとお笑いおかしくなっちゃってから、この緊張を引き続いて次行く場合には少し低くても、これがミナトラーレ、この調では考えられないけど、ミとかファとかであれば必ず深く曲げてきます。これはジュゼッペ・ベルディの音楽に必要なことだから、深く曲げてるでしょ。インナモラートでっていうのをもう一回聞いてください。ここですね、煮詰まってここです、ね、ファなのに大げさにやれば、って曲がってるでしょ。喉ではやってないけど、クエスタでもいいのに、クエスタマーの、これはその表現としてこの暗さが必要なの、ね、マーので開いちゃってるけど、クエスタ入りはもう、クエスタ下でちょっと開いてるんですけど、ここは深く折ってきたんじゃないですか、ないですかって言ってもしょうがないんだけど、こんなような感じなんですよ。で、曲げるのが下手なのはこの人、あのマーリオ・デル・モーナコですね。わざと下手にやってんのかな。あの昔レコードからパッサージュだけ、ファ、ファのシャープ、ソ、こういうとこだけを集めてテープにした人がいます。で、デルモナコのを聞くと、前方が汚いね、あーって喉で曲げてるね。下手すると素人見たく、あーって曲げてる。まあ、下手っていうか、それには意味があると思いますけど、
これはオソーレミーヨ、1961年のアイダ・オテルド、パリアッチをやった時ですね、特別演奏会です、NHK の。この彼は当初出ない予定だったのに、最後に来て、オソーレミーヨを歌って拍手を持ってっちゃいました。僕の先生もこれは第1部の砦でネスンドールマを歌ってますから、よくこの時の内情は聞いてます。それはさておき、この終わっちゃった、詰まってるでしょ、ララっていい声だけど、ピャーンって出るのはこの後ですよ。さあね、だけど、まあ、僕できないぐらい奥で、まあ、喉声になっちゃう、まあ、喉をこうゆっと押すぐらい閉じてるじゃないですか。それは次のさあねで爆発するための、なんていうんですかね、少しボリュームを落として、ああさあねって言った時にかっこよく声がきらめくよねっていうためにわざとやってると僕は思います。音が小さいです。もう一回その音が出てきます。かなり奥でそうやってます。で、そうで曲げた後に軽くディミニュエンドして、メッゾピアノ、メッゾフォルテ、メッゾピアノ出してますよね。彼がメッゾピアノを出すっていうのは非常に珍しいです。もう一回聞いてみましょう。軽くしてますよね。2番彼の場合はこのアクート、高い音の輝く音を出すために、その前をわざと「あう」って曲げすぎにしていると考えられます。マリオ・デル・モナコみたく曲げなくたって、もうちょっと軽く曲げて過ごせばいいのに、最後の「サン・フラーン」っていうのが輝くすっごい倍音の音で、彼のような「ラ」とか「シ」のフラットを出す人はやっぱ他にはいなかったです。なんといってもこのラの音とシベモール、ベの音は他に追従を許さないぐらい生で聞いた時にその倍音が鳴ってます。これにもかなわないですね。うん。で、彼はわざとそのために前をあーってやってるのっていうのが一つの推論。もう一個の推論は、曲げることによって彼は喉の疲れやすさを蓄積して、もともと上がない人ですから、上の高音を最後に長くするために省エネモードで「あう」って曲げすぎて、曲げるので疲れちゃう人と曲げるので省エネする人といいますから、彼の場合は省エネに逃げ込んで最後の「スタンフラーン」っていう「ビヤーン」っていう音で打ったと、金儲けた、そういうことですね。輝かしいための策略があったと。音楽でどうのこうのじゃなくて、ここまで曲げるのはここではそんな下手に曲げてないけど、もっといろいろぐっちゃぐちゃに曲がってる時もありますのでね。さあ、パッサージョ、あるいは声を曲げる、かぶせる、英語だとカーバー、かぶせるって言いますね。どういうことかっていうと、まあ経過音といって、中音から高音へ渡す時の、あーって広がらないで、うー高音に渡したいから、あーちょっと曲げるっていうことがありますが、その他に
いろいろ言いましたね。自分でも調子がいい時はきれいに曲がる、調子が悪い時は深く曲がりすぎちゃう、あるいは若い時には曲げないでも出た、年取ると少し曲げないとダメとかね、あんまり年寄りすぎて60過ぎると曲げるのどこから曲げたっけ分かんなくなっちゃったっていう正直なプロ歌手の意見も聞いたことあります。曲げるのにあれどこだっけ、腹だっけ、それともお尻だっけって言ってますね。パバロッティも最高音出すときはお尻の括約筋を使ってたと言ってましたので、それが年取ってきてお尻が使えなくなった、あれ分かんなくなっちゃったってパバロッティも言ってますね。そんなことです。でデルモナコみたく曲げるのがきつい、なんでこんな曲げるのっていう、あーって音出すのっていう、パッサージを汚いと思われる人はそれによって何かの効果を得てる、あるいはそこで省エネで楽しているんだということも考えられますね。だからパッサージをうまくできるできないっていうか、もうパッサージを友達にしてそこでどういうふうに表現できるか、休めるかということですよね。喉声になっちゃいけませんけど、声をいつもあーあーあーと前に出してるとやっぱり母音で疲れることがあります。それをうまくパッサージが隠してくれるかもしれません。またイとかウはパッサージが分かりにくい、ね、自分でも喉の変化は分かりにくいし、客は曲げてんだか曲げてないんだか分かんないということがあるので、それもうまく利用するということができるんですよね。パバロッティはうまくて本当に曲げてるか曲げてないか分かんないけど、ここぞという時はかなり低い位置、ミのフラット、ファで、って曲げてくるんですよね。それはジュゼッペ・ベルディの曲なんかには多くて、ドニゼッティ・ベルディーニ、ロッシーニではあまり曲げることは、ロッシーニではほとんど曲げることはない。まあ、パバロッティはロッシーニは歌わなかったと思いますけどね、歌曲以外はね。そんなことでいろんな曲げると言っても、この音は曲げるべきだ曲げないべきだ、そんな単純な法律的なものじゃなくて、学校の校則とは違っていろんなパッサージの典型や自分の調子がある、世界的な歌詞は曲げた曲げないなんて考えていないけど、それをうまく使っているという話をしてみました。いかがでしたでしょうか。